12月9日水曜日、時刻は午後3時半を回りました FM93、FM AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味ふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題なんですけどもね、えー、今日この本番始まる前にですよ。まあ毎日あの4時半過ぎぐらいに夕刊富士の記事紹介するコーナーがあるじゃないですか。えー、であれでさあどの記事を紹介しようかなと思って夕刊富士を読んでいたらちっちゃい記事でですね ね、まあ「今日が何の日?」みたいなページがあってですねああ 12月8日っていうと、うん、今日あたりになって、あの、アメリカと日本の間で時差がありますから、えー、12月8日がジョン・レノンの命日、はい、命日なんだけれども、ニュース的には、まあ、日本時間に直すと、12月の8日は日本時間の12月9日が大半オーバーラップしますから、えー、だから、えー、今日になってニューヨークあたりの、うん、あの、昨日もお話ししたニューヨークのセントラルパークウェストっていうところに、はい、ダコタハウスっていうマンション、まあ日本風に言うとマンションですね、えー、アメリカ風に言うとアパートですが、そのマンションの、 え、前で、ジョン・レノンが暗殺されたんで、12月8日は、まあ、ジョン・レノンの命日、それから太平洋戦争の開幕、はい、開幕じゃないな、開戦日。<laughs> そして、最近で言うとね、去年、初めて中国が公式に新型コロナウイルスの感染者の第1号を発表した。これが12月8日とい12月8日って結構いろいろあるんですが、12月9日って、今日に、に、あの、夕刊富士読んでて、え、ああ、そうだなと思ったのは、うん、 野坂昭之さんの命日なんですよ。あ、そうなんですか。はいで。野坂昭之さんって、えー、私ね、えー、中学ぐらいかな、なんかやたらハマったことがあって、<ー>文庫で出てる本全部読んだんですよ。えー、多分ね、えー もう遠い昔の話で大半忘れちゃってますけども、うん、野坂昭之さんの文章って読んだことあります<か>にとにかくね丸がないんですよ<ー>だから文庫で2ページぐらいに丸が1個ぐらいしかないのホタルの墓なんかどんだけ行ったら丸があんねんっていうぐらい、えーえー、延々丸がない文章が続くのが、えー、それが面白くてですね中学から高校ぐらいだと思いますけども、まあ、今となってはあんまりあの思想性合わない人ではあったんだろうと思いますけど <laughs> そ,そんなの関係なしに中学高校 ぐらいに、野坂昭之の小説は、全部、多分ね、発売されてるやつは全部読んだと思います。そうですか。はい、それで、うん、予備校時代に。ええ 私予備校、一浪したんですね、一浪してる間に、お茶の水に寸大予備校っていうのがあって、今でも多分あると思いますが、その寸大予備校五全部っていうのに変えててですね、それがどうしたって話なんですが、いやいや、当時はこの寸大予備校五全部っていうのは、早慶よりは難しいという評判だったんですよ。とりあえず、はい。優秀だったんです私、現役のにあに早慶とか受けてませんからね、もう花から一浪するつもりで、もう花から寸大予備校五全部を目指して勉強してたんです。 ほんで見事に済んだ予備校を全部というのに受かって。<laughs> えー おめでまぁ、大して勉強もせずにですね、本当は勉強しなきゃ、一番勉強しなきゃいけない時期に、もう受験の直前なんかずっと代々木の体育館に、あれ、丹下健三さんから、もう素晴らしい建築でしょう。私はあのね、代々木の第一体育館っていうのがすごく好きで、建築物として。なかもう冬の間中、毎日予備校に行かずにですね、代々木の体育館でスケートやってたんです。あ、そうなんで珍しい。スケートむっちゃ上手くなってですね。まあ当然のことながら受験は失敗するわけですけどね。その予備校に 行ってる間に、はい、<laughs> などっかの専門学校だと思うんですけども、えー、お茶の水の駿台予備校の近所に、うん、専門学校があったんですよ。はい、そのの専門学校の公園に野坂秋さんほいであああの全部読んだ作品は少なくとも発売されてるやつは全部読んだよなっていう記憶のある野坂昭之さんの 公演があるってんで私人生で初めて聞きに行った公演が野坂秋季なんですそうなんです、うん、その話が実にですね、はい、大したことなくてですね作家の公演ってこんなもんかと <laughs> あそこでそういう風に思ってしまって <laughs> はい。っだってひどいんですよ <laughs> <laughs> 私がねとにかく一時間ぐらいの公演で唯一覚えてるのがちょっとラジオで言うのもためられるんだけれども<え>水中光さんっていう作家がいますよね、うんうん、なぜか水上光さん さんという作家の話になったんですよあの人はみなかみつともかみずか水つともか、まあ、マスコミ的にちょっと読むときに悩むんですね、はい、これ、両説あってですよ、はい、で、まあいいんです、水上かみとさんと水上かみとさんが、で野坂昭之さ,さんは何を話し始めたかというと、うん、皆さん、水上かみとという作家知ってますよね、みんながこうなずきますよね、うん、あれは正しくはね、水上弁と読むんです、<laughs> あのね、弁には水上弁とね、なんとか弁っていうのがあって、いやいや、それ、弁違いだろみたいな、<laughs> そういう話を延々されててそんなん。 んじゃこのおっさんと <laughs> 鮮明に覚えて、ね。当時 やっぱりねテレビっていうのは今よりずっと自由だったなと思うんですけど、えーえー、むちゃくちゃゃく、えー、まああのー、上岡龍太郎さんがやってたような、はい、まあ X テレビなんかむちゃくちゃでなんかヌードモデルのの方を肩の上乗っけてでですすよよ、うん、<laughs> 今ななら絶対ありいそういうその性的なことに限らずうん、うん、結構みんな何でもありだったんだなと思うのは、ね、私はね,ね発言で鮮明に覚えてるのが。うんはい 深夜番組でもなかったのかもしれませんがえいえいえ野坂昭之さんが生放送で出てきたんですよ。はい、それでとか薬物の話をしてるわけですよ野坂昭之さんはそのテレビに出てきて何て言ったかっていうと。うん 皆さんあのね日本でで薬物が規制されてんのはね権力者がね国民をね奴隷にしたいからなんだよ。あの国民がねっぱい大麻とか吸って気持ちよくなると働かないだろう。だから権力者はな国民を働かしたいから薬物は禁止してんだみたいなことを生放送で言うんですよ。これ私も言ったんじゃないですからね。一応ね今から聞いた方昨このテレビで放送されたそれはダメだろうという野坂昭如さんの話をしてるわけで私が主張してるわけではありませんからね。 言っときますけど、ええええ、だけど私もねそれテレビ見てて <laughs>、ええ、おいいくらなんでもこんなむちゃくちゃな発言が生放送とは言いながら当時のテレビはそのぐらい自由だったんですよ今もう絶対ありえないですねもうみんなで謝罪会見開いて、ね、野坂明之さんはその瞬間にテレビ界から抹殺されますよね。うんうん まあ、野坂さんという人は別にテレビに抹殺されることぐらいは、へとも思ってなかったでしょうけれども、でもそう考えたら、あの、どんどんいろんな意味であの、 原理主義的というんですか、言論の自由というのが、まあ、マスコミの自主規制もあって、相当脅かされる状態になってるんじゃないのかな、だか、そういう暴論も含めてですね、いや、それは違うだろうっていうことのきっかけになったりもするわけで,で、そういう議論にすら入れないっていう今状況がいろんな局面でありますから、新型コロナだってそうですよ。もう、あの、一方向の、もうどっからもクレームのつかない話、 以外はほとんどできない状況になってますからだけど本当にそれで正しいね対策が取れるのかっていうと、えー 違うわけですよ。はい、まあ、例えば仮にね、例えばある感染症の専門家が、ものすごく正しいことを言ってるとします。はい、感染症の専門家的には正しいかもしれない。はい、だけど、その感染症の専門家が言う通りの政策を行った場合に、はい、経済ぐちゃぐちゃになって自殺者が続出してます、ということに仮になったとしますよ。はい、だけど、感染症の専門家が見てるのは、その感染症をどう抑えるかというところだけで、はい、全然違うところで起きてるところは、感染症の専門家の意見 意見としては関係ないわけですよ、はい、ところが、まあ、その感染症の専門家の意見というのがこれだけが正論ということになって報道が行われるとどんどん政策が曲がっていくよねっていうことがあるわけで、はいはい、いやもうちょっとね 言論の世界はは自由であっていいいよなと私は思いますうん、うん、で今これラジオだから当時の小坂さんがこんなことを言ってみたいなことを喋りましたけど、うんはい、多分今これテレビだと言えないと思いますね。<ー>そのテレビだと言えないとかネットだとかっていう話で言うと、えーえー、昨日この番組でも若干告知をさせていただきましたけれども小坂大魔王さんのネットのニュース番組みたいなやつに昨日の夜に生放送で出てきたんですが、うんはい、自由ですねというのがですね あの求チートって我々テレビでもラジオでもこう進行の時間書いてあるやつがあるじゃないですか。これで私も一応その世界に長いですから最初にそういうの渡されると大体時間割っていうのを考えるわけですよね。ちょっとここで何分喋るとどのぐらい後ろが厳しくなるかとか考えてるんです。何を言ってるんですか。どうで考えてます。びそうごめんこの番組では考えてないよ。この番組では考えてません。はいそれはもうあの断言いたします。はい。 だけどテレビで自分で進行やるときにはそんなこと言ってられないわけですよコンピューターで潮打ち込まれてますから表がないってでパチッと合わせないとここですか <laughs> いやそっちでそれ頑張ってるからここではやらないんですよなん、まあ、ですかそれでいやそれでところはですね時間上私の時計見てて私の時計割とねこう狂いやすいんだけれども、はいうん、でもまあ何分も狂わないわけですよいいあれ 本来ならば番組終わってる時間だぞと思うのに、延々番組続いてて、結局20分ぐらい押したかもしれないですよ。ほいで、あの、これ、こんなのありですか後ろはね、どうにでもなりますから、えぇほいで、進行台本に時間なんか書くなよ、それ。え、すごいですね、小坂さんと本番始まる前に、最初に目合わせたときに、向こうが、始めましてって言ったんですよ。でで いや、でもって言いかけたら向こうが先に気がついた。あ、ごめんなさいしンさん初めてじゃなかったですって言って、 あの邦子のスター生卵っていう1980年代の中畑だということを思い出しましただから小坂さんが言うには35年前だと言ってましたから1985年前後だと思いますだから私1985年前後に読売テレビのまだ20代のアナウンサーの頃に山田邦子さん全盛期の山田邦子さんとツーショットで進行まあ基本的に山田邦子さんがメインの司会で横にアシスタントで男性アナが立ってるっていうそういう構図ですけどでそういう構造で番組やって素人さんの演芸の人たち コントやる人たちを集めてきて演芸をさせるという番組で、うん、昨日聞いて私の勘違いが明らかになりました<っ>高校生の小坂大魔王だと思っていたら中学2年生で来たそうです、えー、青森から中学2年生で同級生を集めてコントをやってグランプリ取ったんだってすごい、はい、でそれが小坂大魔王さんにとっては間違いなくすごい快感で、うんえー、あのそのそこの世界にダーッとのめり込んでいくきっかけになったという意味では。えー 今日の小坂大魔王があるのは、私のおかげ。あれ、あれ、全然、どこに、どこの共感も得てないの、これ。おかしいな、これ。ほんのちょっと、ほんのちょっと、でも関わってますよね。ここ、ってますよ。私という人がいなかった。でも、別に山田邦子で番組は成立してたから、関係ないか、俺。までも、まあ、いいや。ちょっと、ちょっと。そうですか。そうなんです。当時、山田邦子さん、すごい素敵な人でね。可愛かったんですよ。うん、うん、うね、可愛 買ったらですねっっ一応その20代の男性としては、うん、一応なんか口説かなきゃいけないような気持ちになるじゃないですか、はい <laughs> ええ、でなんか飲みに行ったのかな、ええ、で酔った勢いかなんかで口説 <laughs> きかけたかなんかしたらっしたふっと気がついたら <laughs>、はい、タクシーに1人で押し込まれてて <laughs>。<laughs> そんな <laughs> この話は後に山田邦子さんとお会いするたんびに山田さんから振られますから <laughs> 振られるっていうのはこの話を振られますからやはり彼女にとっても相当衝撃的な出来事だったのではなかろうかと強かったんじゃないですか <えー S 1> 新人に近い男性のアナウンサーがいきなりこうこそうだよねあの全盛期の山田邦子だからな <laughs> そうですよいやいやいいあのほんのちょっとお近づきになりたいと思っただけですよ私はでそれ以来、えー、私は芸能人の方とどんだけ仕としても電話、えー、番号すら 交換したこととはないとああ、やっぱり別に山田さんは本当に素敵な人でなんだけどはい、はい、でもあなんかサラリーマンとかっていうのと、うん、やっぱ接点持つということ自体がなんか違うんじゃないかなとなんかすごく思ったんですね<ー>その時。<ー>はい。じゃあ芸能人の方とはもう,、はい、もう一切だから私基本的に、まあ、芸能人じゃなくても友達いませんけど芸能界には一人も知り合いいませんからね。<や> <laughs> 完璧にないですよ。はい。だってこの番組こんだけ長いことやってて、増山さんですら私個人的に連絡取れないでしょ今。ああ、また。私のメールアドレス知ってますってか連絡先知ってます。ああ。私ね、この間なんかの時に増山さんにあれ緊急で連絡しなきゃと思った時に連絡のつけようがなくて途方にくれたことがあったんです。あそうかも。あれあれでも一回連絡したことがあるような気がするんですけど私。 ちょっと後で見てみます。どうぞ。放送中ですからね。<laughs> 本当ですね。本当ですよ放送中だ。そうなんです。ここでいきなり今、電話番号聞いてしまいそうになったらっか。<laughs> <laughs> あれ、お部屋に番号載ったら大騒動だね、それ。うですよ。株と為わせいきましょう。今日の東京株式市場日経平均株価は4営業日ぶりに反発しました。昨日と比べまして350円86銭高い26,817円94銭で取引を終えました。 1991年以来の高値となりました昨日イギリスで新型コロナウイルスワクチンの接種が始まったのを受けてニューヨーク株式市場ダウ平均株価が一時取引時間中の最高値を更新するなど世界景気の先行きへの懸念が後退した影響で値上がりしたということですで、為替相場は現在1ドル104円15銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安となっています 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台はもうすぐお隣のビルですね。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんがこちらにやってまいりまして、景気ウォッチャー調査について解説してもらいます。5時台は旭川市で自衛隊の医療支援始まるというニュースについて考えます。 ラジオの前のあなたのご意見もお待ちしています。メールは z-o-om-zoom-at-mark-1242.com ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今週はプレゼントがございます。浜田酒造から、本格麦焼酎隠し蔵を2本セットにして、毎日5人の方にプレゼントしています。こちらのプレゼントの応募は、メールで、z-o-om-zoom-at-1242.com 県名のところに、本格麦焼酎 隠し蔵希望と書いて送ってください住所お名前年齢も書いてくださいね応募は20歳以上の方が対象になります当選者の発表は発送をもって返させていただきますご応募お待ちしております辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです 自民党の吉川元農林水産大臣が経卵生産会社秋田フーズから金銭を受け取った疑惑に絡み、秋田フーズとの親密な関係が取り沙汰されていた西川公也内閣官房参与が一身上の都合により辞任しました。西川氏はクルーズ船による接待などが報じられていました。キヤノンメディカルシステムズは、昨日から新型コロナの感染の有無を判定できる 抗原検査キットを医療機関向けに販売を開始しました4分で陽性かどうか判定できるもので価格は1キット10人分で6万6000円です国際教育到達度評価学会は小学4年生と中学2年生を対象にした理科と算数の国際学力テストの去年の結果を発表しました 日本は前回2015年に続いて5位以内を維持しましたちなみにシンガポールが小学4年生の理科と算数そして中学2年生の理科と算数のすべてでトップでしたネパールと中国は昨日両国にまたがる世界最高峰エベレスト中国名チョモランマの標高について 新たな測量に基づいて8848.86メートルとすると発表しましたネパール政府によりますとこれまでより86センチ高くなったそうです この一年で最も検索されたヤフー検索大賞2020が発表され俳優の佐藤健さんが大賞と俳優部門のダブル受賞となりましたまた作家部門では現在生活しているパリから SNS などで新型コロナの状況を発信した辻仁成さんが選ばれました新語流行語大賞というのは昔からありますけれどもヤフー検索大賞というのは 昔はなかったです。うん、はい、それはそうですね,そですね。それはそうだというツッコミができれば欲しかったです。<laughs> それはそうだ、はい。え、それはそうだ。<laughs> それでまた選ばれた人たちが、はい、これヤスヤフーの各部門ごとのまあ検索で上位に来た人が並んでるんだと思いますけど、はい、知らない人多いわ。声優部門賞ってのあるんですね。あ、あこれはあの記念の声優さんらしいけどね。そう,そうですよ。大人気だたいです。だけど声優部門賞があるんだら、はい。はい。 スキャンダル部門賞とかさなんかそういうのあっても<ー>検索はそっちで調べる人の方が多いだろう確かに検索がスキャンダルも含めて、うん、一番多い人誰って知りたくないですかなねこれアイドル部門賞だとかねお笑い芸人部門賞、うん、フワちゃんとか作家部門賞の辻人生さんとかそれいいよね <laughs>、うん、それだけどみんなが一番検索したのはスキャンダルじゃないのか そうですよね。ワアが出始まる人とかほら <laughs> あるじゃん。<laughs> えー、えいやまあまあいいや。はい、はい、ということです。はい、えー、いろんな証があるもんだなということで。あチョモランマねえ高くなっ、ね、今まで八千八百四十八メートルだったんですね。はい、はい、富士山は三三千三千七百七十六ですか。はい、えー、でこれ最 再測定しましまたでもねこれきな臭いですよものすごい政治的ですね <laughs> 何かというとですね <laughs> 中国の習近平氏とあのネパールのバンダリ大統領が同時に ここのの高さ発表してるわけでですよ、はい、ねれあの、えー、エベレストっていう呼び方とチョムランマという呼び方と同じ山なのにね、うん、いや登る側からどっちから登るかによって名前違ったりなんか慣例、はい、的に違うじゃないですか。うん、で基本的にその、えー、最近中国は拡張政策で南シナ海で領土紛争国境紛争を起こしてた,らたりするわけですね、うん、日本との間も当然尖閣とか台湾問題とかいろいろあります。はい で、えー、ネパールの隣にブータンという国があるんですが、うん、このブータンとも国境紛争をやらかしてんですよ。うそういう状況の中でブータンの隣のネパールの大統領と習近平氏が一緒にいやチョモランマエベレストの高さは八千八百四十八点八六メートルでということに意味があるわけで、んそんなもん調べらすぐわかんだろうっていう話で、うん、それもですね今回の発表には、えー、雪や氷も カウントししてるらしいい、でですすあ、そうなんですかはい、だから雪や氷の厚さがどのくらいかというようなことを、えー、もう関係なし実際にその雪氷の上に立って、えー、実際今回調査隊を派遣してるらしいですから、えー、山頂に人を立たせて山頂の高さを正確に測ったんで、えー、そ掘ってるわけじゃないんで,、えー、いで多分ね氷の厚さだけで数メートルはあるんで、えー、実際の岩石としての大地としてのチョモランマはもうあと45メートル低い可能性があります。は 中国が実は2005年に測量してその時には今回の発表よりも4メートル以上低かったんですが8 8 4 4 4 3ルというのがあってもともと8 8 4 8っという声どんな教科書にも地図にも書いてあるこのチョモランマ・エベレストの高さというのは、えーえー、1954年にインドが発表した数字なんです。うん ところがアメリカがですね、1999年に GPS で測定したところ、8850メートルあったんです。<う>はい。だから、今までで一番高いのは8850。<laughs> できれば、切りがいいんで、私はこれにしてもらいたい。<laughs> そうですよね。8848.86メートルなんか覚えらんねえじゃん、これ。<laughs> 8850の方がね、いいですね。さて、国際教育到達度評価学会。<laughs> うん、これもう、毎回ね、えー、日本のゆとり教育の時に、あの理数系の点数がガンと騒いだ。 下がったって言ってね。うん、まあ、あのゆとり教育の見直し、当時は確かね。はい トップはフィンランドとかがねずっとトップだった時代があるんですがもう最近この10年ぐらいもう算数も理科も全部1位はシンガポールですねねシンガポール、ね、優秀ですよね。すごい強い強よね<う>シンガポール強い強いで今回もこれあのアジアだけで調べてるわけじゃないですよ、えー、先進国大体の国は入ってるんですが、えーえー、上位に来てるのは例えば2019年数学シンガポール 1>, 1位、台湾、2位、台湾、3位、韓国、4位、日本、5位、香港。うん、理科が1位、シンガポール、2位、台湾、3位、日本、4位、韓国、5位。あ、ロシアが入ってる。唯一入ってるのはこれですね。うんえー、中学生の2年生の理科の5位にロシアが入ってるだけで、うん、あと全部。 算数も理科も数学も、まあ、理科2回言いますけれど小学校の理科と中学校の理科ですが、はい、だから小学校の算数理科中学校の算数学理科で、えー、ロシアが理科の、えー、中学校理科の語位に入っている以外は全部アジアの国ですから、はい、本当ですねこれはどういうことかとなん、はい、でですかえこれね、うん、タブーで本当のことはだんだん言えなくなると思うよ。えー、そうなんですかつまりね、うん 私はオリンピックに関しても最近ずっと同じことを考えててオリンピックってちょっとやばいイベントだよなっていうこれ言うとですね袋叩きに合うから言いませんけれどあの例えばちちょっっっと時間になゃたこれは野坂秋之どこじゃない危ないこと言いそうになってよかった時間が来て。お時間でですズームフラッシュした 12月9日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛抱治郎と。松山さやかでお送りしています。さあ、明日木曜日ですけれども、飯田アナウンサー登場しますが、ちょっと飯田くん情報あの、本屋さんの有林堂の横浜駅西口と有林堂の伊勢崎町本店でですね、飯田工事、論客たちフェア開催してるんですよ。いや 私ね先ほどここの書店の、えー、実際そのどういうふうに本が並んでいるかというやつを見せてもらったんですけども飯田浩司君の写真がバーンとなって,、ねってね、飯田君の番組に出ている、うん、あの論客の皆さんの本が下にずらっと並んでいるという、はい、このフェアすごいなと思うんだけど、うんええ、もうそこに並んでいる本を一冊一冊全部こう拡大してみたんですけど、ええええ、私の本は影も形もなかったよ。 どうしてくれるんだよ <laughs> <に>ちょっと横浜の入院堂さん <laughs> ああ頼むよ、本当に。お願いします。端っこでいいから。<laughs> <laughs> 本当ですね。それが言いたかっただけです。はい、ぜひお願いします。さあ、それから、ツイッターでこんなのもいただいて。どうなんですか。サイバーミームさんです。あの、野坂さんの話。あ野坂明月さんですか。はい。野坂さんも自由だけど、辛坊さんもかなり自由だと思う。いやいや、そんなことないですよ。野坂さんの生き方はね、あの、あのね、本当に私はひどい目に遭ったことがありましたね。あ、直接。 まあ私が直接ではないんですけども<ー>あの生放送でね関西で,<ー>でアドリブクラブっていう名前の野坂幸さんはラグビーファンなんで<ー>自分のラグビーチームを持ってらっしゃったんですよ。<ー>でラグビーに詳しいんで詳ししいいんんででお 大学選手権って言って、大学同士の日本一を決める、それが大阪の、東大阪の花園っていうラグビーの聖地で行われた時に、ああ、当時やっぱ1980年代ですね、最近はもうテレビ局もですね、学生スポーツの中継がどんどん減っていって、多分大学選手権クラスを民放が中継することない。 なってんのかもしれませんが当時は土曜日の午後とか日曜日の午後に、はい、そういうのやってたんですね、はい、それで野坂昭幸さんがゲスト解説だったんですけど<ー>とんでもないバリ雑言を <laughs> 自分が悲喜にしているチームに与えてえ負け始めたんで、大好きだからで自分が応援しているチームがあの負け始めて <laughs> そしたら野坂秋幸さんが生放送で <laughs>、うん、ダメだなんとか大学は頭が悪いわって言っちゃったんですよ <laughs> 大騒ぎですよ生放 そうね。確かにそれは焦ります、ね。そその時に私監督インタビューで下にいたんですけど、<laughs> うわー、えらいことになったる放送席っていう <laughs> 本当にのさかきゅうさん <laughs> 自由な人でした。<ー>はい、辛抱新さんすら焦ると。はい。<laughs> それからこちらはですね、えー、バリバリ赤ヘルちゃんですね。えー 連絡先をほらあのあまりしん坊さん芸能界の方とはない古田千一郎さんと連絡先交換したって言ってたよってそうなんですけどねましたよ最初一応服で終わりました <laughs> <laughs> 悲しい摩訶光寺伝。そうなんですか。はい。本当に試しに今日してみようかな。そうですよ。ご意見いかなですか,って返返ってか。その後いかがですか。そうですね。<laughs> えー、ちっと銀座とか行きませんか、ね。<laughs> そうですよ。この新型コロナの時期何やってもね,ね。そうですね。すねはい、まあでもお友達増やしてください。<laughs> <ー> <laughs> ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOM ズームアットマーク一 1 2 4 2トコムまでお願いします今週は浜田酒造から本格麦城中各種蔵を2本セットにして5人の方にプレゼントしています住所とお名前年齢を書いてメールで送ってくださいご応募20歳以上の方が対象となりますなお当選者の発表は発送を持って返させていただきますそれから番組からのお知らせもう一つほいほい来週12月14日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは コロナを止めろ、経済を止めるな、ワクチンから GoTo まで辛抱の話を聞けという特集企画をね、お送りしますよというのをおとといから申し上げていますけれども、へへ来週の月曜日のコメンテーターは橋本徹さん、うん、そして水曜日のコメンテーターも決まりました、航空旅行アナリストの鳥海光太郎さん、前回ね、あの、こちらにお越しいただきましたが、 覚えてらっしゃいますか。あ、あの、ちょっと、あの、体重が多めの方ですか。そうですね、ちょっと服くよかな感じ。ラジオだったら、そう言ってもわかんないですけど。ちょっと鳥海さんというのは、テレビの中にもよくね。そうですね、体重がちょっと多めの方です。なんで2回かぶせるんですか。体重がちょっと、もういいですか。もういいですよ。本当にね。聞いてたら、来なくなっちゃってね。で、やるから、そんなもんみたいな。あ、でも、あの、ラジオ好きだって、の、言ってくださってた。あ、でも、なんか、たけ文化放送で育てられちゃって言った人じゃないですか、この人。もう。その時。の 番組今目までここで口にして帰ったという。<laughs> いや今度はここでいや。とりあえず塩毎時みたいな,いないほら。<laughs> 辛坊さんにね、ここで馴染みになっていただくためにお願いします。はい、さらには、豪華プレゼント企画帰ってきます。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと、私がちょっとあのいたずら書きした。美大卒松山さやか <laughs> イラスト付き。将来ね、番組が出ることは必死。ないです。はい、クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントです。木曜日分は飯田アナウンサーのサインも付いています。さらにさらに、その翌週12月21日、月曜日からの プレゼント企画第二弾、元旦に届くといいな出演者全員のサイン入り年賀状プレゼントですから、アトムさんやゆきちゃんのねサインも入った年賀状こちらのお知らせもありな。それ欲しい <laughs>。個人的にもらってくださいよ。<laughs> はい、お聞きになってください。詳しいこと番組のホームページもねご覧になってくださいね。この後は長浜俊弘さんが隣のビルからえやってまいります。 辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです11月の街角景気ウォッチャー調査大幅に悪化内閣府が昨日発表した11月の景気ウォッチャー調査によりますと 景気の現状を示す指数は前の月より8.9ポイント下がり45.6で7ヶ月ぶりに悪化しました。業種別では飲食業がマイナス24.5、サービス業がマイナス11.6でした。また2ヶ月から3ヶ月後の景気の先行きを聞いた指数は前の月より12.6ポイント下がって36.5になり大幅に悪化しました。 さあでは専門家の方にお話を伺いします第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さん。あよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスッキリサラリーマンっぽいですね。はいあの公演から帰ってきました。あ公園からですか。忙しいですね。今回はちゃんと公演だって言えるんですね。えいつも言えますよ。いつも言えますよ。嘘。前言うなって言われた時あったよね。 そう,ね、あそうですかね、はいえー、じゃあ、そういうことはなかったということで、どうですか、昨今の経済,経済状況はあやっぱりちょっとね、感染の拡大に伴って、かなりやっぱりダメージがまた出てきてるかなという感じですねどうですか、今回の景気ボッチャ調査っていうのは、はい、あの業種別の傾向っていうのは、結構見えてきますいやあの、まあ、もちろんね、業種別でいうと、やっぱり飲食とかすごい悪くなってるんですけど、えー、今回、私が一番驚いたのがですね。はい ここまでその地域別で結果が違うかって多分今回初めてだと思うんですど。そうですか。どういうことかというとですね、はい、その全体で見るとまあ、あの、45.6まで水準下がりましたってなっているんですけど、これ見るとですね、もうダントツで下がってるのは北海道。<ー>30代まで下がって。 ちゃってるんですけど<う>一方で九州沖縄はまだ50大きく上がってるという沖縄もいいんですか沖縄もいいです<う>でやっぱり聞くこれなんでかっていうと、はい、なんかあの世の中的にはあれじゃないですかなんか go to がその感染拡大のやり玉に上がってるじゃないですかでもこのあの地域差を見てみると、ええ、やっぱりやっぱり感染の主因っていうのは私はまあ go to は全然影響してないと言わないですけど、ええ、やっぱり寒くなって だからそれだけ地域差が出ているのでいや、だって GoTo 関係ないのは、もう数字からもうかなりはっきりしてて、はい、だって GoTo 始まったのは、もともとは8月1日から始めようっていうやつを、7月の確か22か、なんかその辺から始めたんですよね。で、いわゆる第2波というやつのグラフを見てると、8月に入ってから全国的に急激に下がって、9月もずっと下がってますから、はい、で10月が GoTo 組み込まれて、GoTo e a t が開始されて、はい 二3週間遅れて、はい、あの感染が伸びてきてますから、はいはい、GoTo が始まったから感染が伸びるんだったら、8月、9月、感染爆発してなきゃおかしいじゃないですかあのおっしゃる通りだと思いますね。うんはい ただ、でもあの今回の,そのまあ要はゴートゥーやりばだまに上げられて、結構メディアとかでもなんかあれじゃないですか、だからどっかにねやっぱ犯人探しをしたいという意識と、それからまあ野党もメディアもそうなんだけれども、やっぱりあの自民党政権は基本的に攻撃するというスタンスのメディアが多いですから、そうすると、政権攻撃の取っか,かかりとしては、ゴートゥーというのは政府の責任ですから、政府の責任で、だから単に病気が広がっているということになると、誰かに責任を取らせてたって、それは病気のこと。 だからって話になりますけど、はい、いや、感染が拡大しているのは政府の政策のせいで感染が拡大してるんだというと、はいはい、政治的な案件に持っていくことができますから、GoTo というのは、はい、まあ格好のやり玉にな,な、ね、上がってるという感じがししますよね,、はいはい、ね構造としても、はい、あのでも実際、そういったその GoTo に対する危機感が影響しているのか、先週私、私、鹿児島に出張行ったんですけど。はいはい 飛行機ガラガラでしたね。あんなにガラガラな飛行機私初めて乗ったんですけど。ガラガラになってます、ね、ええ、もう十分、乗車率1割以下だったと思うんですけど。それで言うとね、<う> 2> 第2波で沖縄の感染がガンと増えたっていう時期があるじゃないですか。私あの時に沖縄行って、帰りの飛行機。はいはいはい 我々夫婦だけっていうのはありましたね。貸切ボーイング73な貸し切りみたいな。え、すげえな、これチャーター機だよ、チャーター機って。それはすチャーター機なんだけども、我々夫婦はエコノミーに乗っていて、前にあの、プライムクラスじゃないや、なんとかクラスに見るというプレミアムクラスがあるじゃないですか。貸し切りの割にどうして俺たちこんな狭いとこに2人で座ってんだろうっていう、そういうことありましたけどね。そうですか。はい。そうですか。え、で、あと地域的なことを、それから、 まあ,あとはですね、あの、業種別で言うとあ、まず先行きが結構爆っしてるのは、多分まさに今申し上げました通り、やっぱりコロナの感染拡大で、まあ、あの全国的に、やっぱり外出とか旅行を控える動きなので、はい、悪くなってると。ただその割には、そのまあ、飲食とか悪いんだけども、まあ、製造業はあんまり悪くなってないと。 でこれ、なんでかっていうと、はい、要は製造業ってやっぱり輸出の影響を受けやすいので、海外経済の影響を受けやすいんですね、えー、そうなるとこれ、海外って、いい意味でも悪い意味でも、あの感染増えてるんだけど、あの人々が言うこと聞かないで、経済動かしちゃってるんで、結構海外経済、戻ってるんでそうね、ねまあ、それはいい悪いはともかくとして。ともかくとして、だから結局、海外経済は日本経済に比べたらかなり戻ってるので、えー、やっぱり輸出が結構戻ってるんですね、えー、それで製造業ねでね、おかしいのはですよ、日本。 日本の感染者って例えばヨーロッパで感染の広がっている国に比べると人口当たりの感染者数死者数って50分の1ぐらいですよもう全く比べ物にならないぐらい低いのに、うん、だけどヨーロッパやそういう国の方が経済回り始めてるとおかかしくなないでで、はい、ですすそうんあとさらに私が最近おかしいなって思うのが、えー、G7 諸国の中で見ても、はい、そ,のそもそも日本の病床数って人口当たりでダントツで。 ね、そうなんです、これね、意外と報道されてませんけれども、はい、まあ最近、ようやく報道が始まりましたけど、人口当たりの病床数、はい、ベッド数というのは、世界で日本はダントツなんですよね。 にもかかわらず、その感染者数が桁が違うぐらい少ないのに、なんかこれで医療崩壊が近なてなぜ医療崩壊が起きてるんだってどっかでなんかボトルネックが生じてんだろうなと <laughs>。ああぶっちゃけいろんな要因はありますけれども、一つ要因となっているのは、今、東京や大阪あたりではね、軽症の場合には病院に入院しない、させないっていう方針ですけども、でも依然として、全く軽症でも65歳以上で陽性となると、これ、入院なんですよ。そんなことすりゃ、 病床を逼迫すするに決まっっててんだろう<ー>って話ですよね地方に寄ったらそういう選別もせずに、そうそうとにかく陽性になったら、まだいまだに、とにかくみんな入院っていう、はい、いう元気な兄ちゃんが、腕立て伏せ病室でやってる状況で, <laughs> で、それで医療崩壊っておかしくないですか、これね <laughs>、そういうあれがあるんですね。まあ、これ以上言うと、いろんなところから、また怒られちゃうけど、やめた。<laughs> <laughs> <laughs> うん、えどうぞ <laughs>、はい、あそうですか金利いい、ね、統計で、まあ、賃金が下がってるってい今何て言いました 毎金。毎月勤労統計を我々の業界で言うと略して毎金って言うんです。ごめんなさい。毎月勤労統計調査。毎金。あの、専門家の用語って時々なんか全然わかんないやつありますよね。ごめんなさい,、はい。あの、例えばあとは賃金構造基本調査って出たんですけど、まあ、これはみんな賃貢、賃貢って言ってます、はい。いや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 、<ー>そんなこと聞いてませんごめんなさい。ちょっと同じ厚労省の統計だったんで、みんな略して言っちゃい<ー>まへえ。いや、あの、なんかね、特に役人の人ってね、 あえてわかんないこと言おうとしてんじゃないかと思うんですけど、だけどもう長年それに染みついちゃってると、ええ、例えば財務省の人となんかと話してると、えー、体操ではみたいなこと言うんですか体操ってなんだろうっていうと、体,<操>体を動かしたくなるじゃないですか。うん、なんか全体ではっていう意味で、体操っていう言い方、大いに胸ですかね、漢字で書くと。えー、これはあの、官僚用語としては、ものすごい頻繁に出てくるんですけど、はいえー、日本語としては全く定着してないんで、私も最初に聞いたときに、体操 体操体操ってなんだよ、それと。いうのはありましたけど、あの、同じように分かんない言葉って、その、その業界の専門の人は分かるけれども、一般の人聞いて分かんないってこといっぱい、で、ななんんですか賃貢はなんですって賃金構造基本統計調査。それ、賃貢、いや、賃金っていうんですかはい。そうですね。はすみません、ちょっと。気をつけます。じゃあ、ま、毎金の。毎金、はい。賃金がね、あの下がっていて。毎金もう一回言ってください。毎金んですかはいはい。勤労統計ですね。毎月勤労統計。<laughs> 月金統計賃金のデータなんですけど、えー、やっぱりあの10月が7か月連続で悪化して、やっぱり特にあの残業代が減っちゃってるんですね。 もともと仕事がないことに加えて、やっぱりテレワークだと残業がつかなかったりするところもあるので、ただ私、これはまだ序章だと思っていて、ですね要はその基本給のところは、実はまだコロナの本格的な影響って出てないんですね、今年のだって春闘で決まっちゃってるじゃないですか、だから来年の春闘で、多分来年度以降の,その基本給は本格的にコロナの影響が出るかなっていうところは、ちょっと注意が必要かなと思いますね。 やっぱりね、給料下がると経済全般確実に悪くなりますよね。ねはい、世の中回してる原動力はなんだかんだ言いながら普通のサラリーマンの給料や OL の給料だったりしますからね。うん、そこが下が下ったら、うんうん どうにもなそれで、まあ、そうは言ってもね、例えばワクチンが実用化されて、はい、あの結構ね、経済が明るくなってくればいいんですけど、えーえー、私が個人的に警戒しているのが、やっぱり日本人っていい意味でも悪い意味でも、非常に慎重な国民性なんで、果たして接種率がどれぐらい上がるかなってい,ういや、私ね、今回に関して、今までのワクチンの日本の接種状況だと、ですね、えー、マスコミがね、えー、騒ぐんですよ、えーえー、反ワクチンキャンペーンを、ね、もうマスコミが必死になってやるわけですよ、ね。なんででそこまで反ワクチン ワクチンキャンペーンを一部のメディアがやるんだと思うんだけど、でもその結果、日本だけで例えば子宮頸がんワクチンとか、日本だけ普及してなくて、ものすごい数の若い女性が子宮頸がんで亡くなってたりなんかするんだけど、それに対してマスコミ責任取れよっていう、反ワクチン運動、背後には戦後、やっぱり日本で接種されたいくつかのワクチンで、明らかな副反応、重大な副反応が出て、健康問題になったことがありますから、だから気をつけた方がいいには越したことはないんだけど、やっぱり一部のメディアの反ワクチン 運動が日本は本当にひどいんだけど、はい、逆にこの新型コロナのワクチンに関して言うと。はい 接種圧力みたいなものの方が強いような気がするんだな、はいはい、あまあそうなればいいですけどね。ものすごい勢いで今、脅かしてるじゃないですか。はいはい、<laughs> とりあえず、命の方が、だからリスクを考えたときに、そのリスクよりも目の前のコロナの方が恐ろしいっていう人の方が確実に多いんじゃないかと思いますよはい、はい、いや例えばね、アメリカなんかでもあるじゃないですか、えー、あのアメリカ人ですら慎重だから、なんか歴代大統領が打つみたいな,あ,ないあ,あります、あります。だかからら歴代大統領はとににく認可されたら俺が真っ先に人前前でテレビカメラの前 で打つんだってことい宣言する人ま日本でもどうでしょう、あのそういうメディア人とか出ますかね。いや、だから同じように考えれば、歴代総理大臣とか、前都道府県の県の知事とかがそうですね、<laughs> で打ってもらってねで、副作用がまずその人たち出るか出ないか、我々は様子を見て。<laughs> <laughs> <laughs> 長年、政治家やってんだから、そのぐらいの覚悟はないと、政治家なんかできないだろうと思いますよねどううでしょうかただ、一部のなんかね、政治家の先生で俺は打たないとか言ってる方がいるみたい,い,る,い,る,い,る,いるいるがいないとか、だけど、言わない、そう打たない側の言い訳としては、いや、あの副反応が出るかわからないですから、私が打つことで、みんなにこう強制するようなことになってしまってはいけないから、私は本当は打ちたいけれども、後ろで我慢します、皆さん、先に打ってくださいって、どうでしょうか、こういう言い方は。 ああそういう、そういう、そういうロジックなんですね。<laughs> <laughs> <laughs> どうにでも大事ですよ、こんなの。とい <laughs>、えー、うことで、どうですかね、えー、このままいくと具合悪いですねうんうん、そうですね、なんかね、解雇も増えてますね。はい どうなんですかね昨日今日あたり、はいあの、政府の経済対策で70兆円とか80兆円とか、はい、いろんな数字が新聞、踊ってまして、はい、新聞によって、ですね、はい、書いてあるなんとか兆円の桁が違ったりな、桁っていうか、数字が違ったりなんかするんですが、本当はどうなんですかああ、本当はですね、これ、いわゆる本当でいう、まあ、真水っていう意味では、財、はいまあ、政投資なんかも除けばです、ね、やっぱ十 32. 32.3兆円っていうのは、はい、これは合ってるんですね。ただ、はい、あの32兆円ののうち、まあはい、この まあ最近の政府のお得意のというか予備費っていうのがですね、使い道が決まってない予備費っていうのがですねはい、はい、10兆円また計上されて、今年度補正と来年度投資予算で5兆ずつで10兆なので、今のところ決まっている真水の金額だとまあ20兆強ぐらいで、かつ内訳を見てみると、まあ実はその、これ、なんだろう、本当コロナに対する緊急の対応って本当になんか、 6も言ってないんですね5分の1ぐらいで、<ー>でもうだいたかなりの部分が、そのなんかコロナ後のなんか中長期的な産業構造の転換とか、デジタル化に向けたための、えー、インセンティブつけるような支出とか、はいはい、国土強靭化とか、はい、ちょっと緊急性、そこまで高くないんじゃないか、はい、みたいなのが、大体5分の4ぐらい占めてるんですよ。なんかどさくさに紛れて、各省庁が予算の分取り合戦やって積み上がったっていう感じがしなくもないのはです、ね、はい、最近、ほら、コロナ対策 対策で地方に配られたお金で、なんか金買っちゃった自治体あるじゃないですか、コロナ対策で金関係ないだろうっていう、金ってカンカンたたく金ですからね。だから わけの分かんないお金の使い方もなんかされてるんじゃないのって気もすごくするんですよね、最近そうですね、あとは多分やっぱりこうなんですか、インパクトの大きな数字っていうのは多分欲しかったのかなというところで、えーえー、やっぱりね、喫緊の課題ではないところも、なんか無理やりねじ込んで、とりあえず表向き上の数字を大きくしたみたいな、そんな印象を、うん、受けますねまあどうせ金使うんなら、やっぱり有効に使ってもらいたいと思いますけど、今のところ、その姿がなかなか見えてこないっていう感じはありますよね。はい、そうですね私なんか例えば 今回本当に入れてほしかったのは、もうすでにあの失業者がコロナ後にもう50万人ぐらい増えちゃってるんですね、はいはい、でそれだともう、雇用調整助成金では救えないので、はい、もう食を失っちゃった人への就業支援とかですね、えー、さらには今、実はあの医療現場でやっぱりね、仕事が忙しかったりとか、大変だったりとか、はい、風評被害とかで、ね、看護師の方が辞めちゃったりしてるんで、えー、まあそういった人が少しでこうもうこう戻るインセンティブつけるように、ね、なんか支援するとかですね。 手厚いの欲しかったな,なんていいや現場の看護師さんなんかもうちょっと給料増やしてほしいよなと大して仕事してないようなあの人たちが給与1000万円みたいな話を私の身近でも聞いたりなんかするとですねもうちょっとちゃんと働いてる人に給料払えよと。<laughs> 本当素朴に思いますけどね。で、えー、雇用調整助成金がもともと年内までは特例措置で、今あの、1日の上限が1万5千円ぐらいですか。はい、でなおかつ、ほぼ100%政府がお金、給料肩代わりするという情勢が、はい、これあの、2月まで伸びたんですよね、はい、一旦でその先どうなるか分かんないっていう感じなんですかね、今。はいはい、そうですねで。実はそれについては、実はあの某省庁に呼ばれて私あの、プレゼンに行ったんですけど。<え>ね、某省庁に呼ばれてプレゼンに行った。ええ 政策作,作ってる人に聞いちゃったよ。これ<や>お前だから家の話と言えない話とあるぞ。いやってないですけど、やっぱりそこの辞め時を非常にあのあ<ー>いつがいいかみたいな話はあ聞かれたんですか？えー、で喋ってきたわけですね。はい、あ、それって言えるんですか？あ、私はだからあれだと思いますよ。そのワクチン実用化。 とかそういう風にならないにな,なるほど。となると、厚生労働省がそのワクチンを認可してみんなが打って、もう感染がこれで抑えられるよなっていうところまでは、やっぱり雇用、うん、調整助成金は2月で終わりじゃなくて、続けるるべきであると、うん、る多分2月じゃ無理なんじゃないですかね 2>, 2月でいきなり打ち切ったら、世の中に失業者あふれ倒しますよね、それはちょっと無謀ですね。はい ただその点でいうと GoTo なんかも今、来年の6月まで伸ばすって言ってるじゃないですか、これもやめ時き難しいですよね。そうですねだからとりあえず、なんかあれですよね、ゴールデンウィーク前に、ちょっとあれですよね、<はい S 2> 割,割引率下げて、そうしないとね、みんな安いのに慣れちゃってますから、もう定価だといかなくなっちゃいますよね、これ。難しいなーってなことを言ってるうちに、今日時間が尽きてしまいましたけれども、長浜さん <はい S 1>。 噂によると今年は最終回の出演らしいですよ。え、本当ですかそうなんですよ。あ今年はね。今年はね。知ってますか ?12 月、12月です。もう今ね。だから1月ですか、次はね。次先生1月ですから。状況が好転してるといいですよね。そうですね。はい。でもね、状況が好転するとね、長間さんね、む じゃあ、あのバイトの公園で忙しくて、ここへとてもじゃないけど、来られなかった。<laughs> い, <laughs> いや、あの、まだ大丈夫です。はい,い、<笑><笑>お忙しい中、ありがとうございました。<laughs> <laughs> 第一生命経済研究所出席エコノミストの長濱敏弘です。ありがとうございました。した12月9日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊次郎です。日本放送の増山さやかです。 辛抱二郎ズームそこまで言うかでは、ここで辛抱さんのエンディングリクエスト今週はね、えー、昨日12月8日があジョン・レノンの命日ということで、えーまあ、ジョン・レノン特集として、えー、今ね、手元に楽曲一覧があるんですけども、まあ、ジョン・レノンが一人になってからの曲はね、まあ、カバー曲でスタンドバイミーなんか私は好きなんですよ。 ショーン・レノンかなんかのを歌ったのかな、はい、ビューティフォーボーイっていうね、名曲ですよね。ウーマン。うん、それから何ちゅうてもハッピークリスマス。マい,い,ね、いいですよね。えー、ということで聞きたい曲がいっぱいあるので、えー、12月9日は野坂昭之さんの命日なので、<え>おもちゃのチャチャチャ。 え、あります？え、おもちゃのちゃちゃちゃ。え、ジョンレノンじゃなくて。ジョンレノンじゃなくて。今日一日だけあのね、ジョンレノンはお休みしてですね。なるほど。はい、え、おもちゃのちゃちゃちゃ。ただしね、野坂昭如さんの作詞なんですよ。野坂昭如さんというのは作家で作詞家でもあったんで、おもちゃのちゃちゃちゃって実は野坂さんが作詞をされたんですが、いろんな人が歌ってるんで、そもそも誰が歌ってるバージョンがあるのかどうなのかあるのかしらあるよね。 絶対あるで、ね、日本の,のおもちゃのちゃちゃちゃはあると思いますから、まあ、あの、どなたが歌ってるかも、ちょっと教えてください。うん、野坂あきゆきさん作詞の、今日が命日の野坂あきゆきさん作詞のおもちゃのちゃ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 でお願いします。お願いします。 さあでは番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けていますのでね、今日じゃなくても結構ですよ。明日木曜日、飯田さんもいますんで、取り扱ってほしいニュースや話題などありましたら送ってください。メールは zoom.1242.com アットマーク。コムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。 日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に解説するニュースはこちらです韓国の文在寅大統領 TPP 参加を検討 韓国のムン・ジェイン大統領は昨日日本など11カ国が参加する TPP ・環太平洋パートナーシップ協定への加入について、加入を検討していくと表明しました。この発言を受けて、加藤官房長官は昨日の会見で、さまざまな国と地域による関心表明は歓迎したいと述べました。 TPP はでもね、結構ハードルは高いので、えー、自由化の度合いが高いんですよ。単なるあの、えー、税額とか税金だけではなくて、知的財産権みたいなものも含めて、結構ハードル高いんで、韓国が本気で TPP に入ろうとすると、うん、韓国経済にとってどうなんだろうっていう視点はきっとあるだろうと思いますが、うんはい、なんでこのタイミングでこういうことを言い始めてるかというと、えー、アメリカがですね、 バイデン政権になるとでバイデン政権になるとトランプ大統領はオバマ政権で TPP はアメリカが入りますよということを前提で進んでいたんですがトランプ大統領がテーブルチャブ台返しちゃったんで結局 TPP はアメリカを除く残り11だから TPP11 っていう言い方してますけど、はい、でアメリカが入って本当は12の国で始めると。 ええ、まあ、もう良かったんですけど、アメリカが抜けちゃったんで、今 TPP11 になってるんですが、ただ、オバマ政権の時には、アメリカが TPP に入るって言ってたんで、次、同じ民主党のバイデン政権になったら、アメリカが TPP に、で、バイデンさん自身は、あの、今もすでに発行している条件の中でアメリカが入ることはないみたいなニュアンスの発言してますから、まあ、トランプから、バイデンに変わったからといって、すぐにアメリカが TPP に入るとは思えないんですが、ただ、まあ、何年か経つと、 アメリカが TPP に入ってくる可能性は高いです、うん、そうなったときに韓国が置いてきぼりになるんじゃないの、まあ、韓国がもともと TPP に入らなかったのは、まあ、あ TPP 以前にもアメリカ等と個別に2国間で自由貿易協定を結んでいるので。 わざわざ TPP に入らなくてもっていうところがあったんで TPP の交渉には参加してなかったんだけどここへきてまたアメリカが復帰するということになるとで今、RCEP という中国を中心とする重貿易協定はこの間発行しましたというかこれ韓国も入ってますえで韓国はどちらかというと中国寄りなんですけどもその中国自身がこれもちょっとねハードルが高いから実現性は薄いとは思いますけれどここへきて TPP に入るみたいなことを中国が言い出してるわけですよ。 中国が、まあ、将来入るとは思えないけど TPP に入るような素振りを見せてるアメリカも TPP に入るかもしれないという時に、うん、韓国だけちょっと置いてきぼりになるわけにはいかないっていうそういうことなんだけど、うん、実はでも今のムン・ジェイン政権ってあと1年半しかないんですよでアメリカの大統領って5年1期ですから 2>,、はい、2期目できないんですね、はい、だからもうムン・ジェイン政権はあと1年半で終わるんだけどここへ来て 韓国の文大統領の支持率がですね、えー、文政権発足から最低レベルに今落ち込んでるんですね。で一時ね六十一時セ60%ぐらいの支持が就任時にはあったんですよね。ところが今ですね、 えー、30%台後半ぐらいまで落ちてきてるんですね。で、まだね、30%台後半なら政権が崩壊するっていうようなこともないですし、毎日あのー、韓国の場合は5年間の大統領任期を全うするというケースが多いんですけど、ただ韓国の大統領って、 政権末期になると支持率が急落して、なんだかよくわかんないけれども、え、え、それって、え、今までそんな犯罪あったみたいな話が突然浮上してきて、なんか突然逮捕されてと多いですよね、韓国。いや、多いどころか、私の知る限り、あの、民主化してから、あの、韓国は軍事独裁政権長かったですけどね、民主化して普通に投票して大統領を選ぶようになってから、はい 辞めた後で無事で済んだ大統領は一人もいないはずですよ。でムン・ジェイン政権は大丈夫だろうってなんとなくこの数年は思っていたんですけどもここへ来てですねどうも雲行きが怪しくなってきてるのは、えー、どうも次の大統領選挙でムン政権としては自分の後継者みたいな人が大統領になってくれりゃまあ安泰かなと思ってるんだけどここへ来て韓国の世論調査でですね 現政権の維持をの望んでる人って36%で、ー政権交代を待望してる人が52%と。パーセントとなると、現政権の与党が次の大統領選に勝てるという保障がどこにもなくなってきて、うん、となると、ムンさんとしても何が起きるかわかんないという状況の中で、できることは何でもしとこうという方針なんだろうと思いますが、 ちょっとこれから微妙ですね。どうなるかね。ちょっと韓国の政治から目が離せないっていう感じがしますよ。だけどなんで韓国の。 あの、そんなに、文政権、一時あれだけ人気が高かったって言われていたのに、ここまで落ちてきたのかというと、これは一部ね、もう日本でもだいぶ報道されてますけれども、今の政権と、それから韓国の検察のトップと、これはあの、明らかに対立してて、で、今の検察のトップは野党側だっていうような指摘で、政権と検察の間が揉めてるというようなことが一つあります。それからね、ほとんど、こっちはほとんど報道されてませんが、どうもね、今韓国で、 不動産価格っていうのがとんでもない値段になってるらしいですよ日本にいると、はい、まああのバブルの時の不動産価格の上がり方ってとんでもなかったっていう記憶はありますが逆にこの20年ぐらいは何をやっても物価上がらないと で不動産に関してはねインバウンドが盛んになってからやっぱりあの中国のお金持ち辺りが、えー、日本で不動産買い占めてるって話があって、はい、一部の場所では結構不動産価格も上がってるっていう印象はあるんですが、はい、だけど全部上がってるっていう印象はないですよね。ところが今韓国の不動産価格っっててすすごい勢いい勢でで上がってるらしそれはやっぱりね政治の失敗だっていうことであ<ー>まあ支持率が落ちてるというようなことなんでちょっとこの残り1年半の文大統領の任期って。うん 目がはな離せなくなってきちゃったよねと。下手すりゃ、歴代兵の中に落っこっちゃってる大統領の、あ<ー>まあ、いや、鉄を踏んでしまうのかなっていう、今そんな状況になってます。以上、ズームオンでした。 ゆきさおり、安田幸子で、おもちゃのちゃちゃちゃ、であります。今日は、あの、野坂幸之さんの名日ということでね。野坂幸之さんが作詞をされた名曲でございます。お届けいたしました。ちなみになんで、いろんな人が歌ってるんですけど。はい、なんで、ゆきさおりさんと安田幸子さんを選んだかというと。私。<laughs> ええ、あの、冒頭で山田邦子さんとのエピソードをお話し,しましたけど。ええええ、一番最初に知り合った芸能人が、ゆきさおりさんなんです。ええ いまだ,だにゆきさんとは、うん、あの基本的にお会いしたらいやー、久しぶりーっていう,そ,いうそういう関係で、えー、お姉さんとも一緒にご飯からご一緒したことがあってですね今、ゆきさおりさん、安田幸子さんはあのいろんなところで同様コンサートをされてますけどねやっぱうまいわ、まあ、いなお姉さんの安田幸子さんはあの、うん、クラシックの歌,歌手の方ですからいうこといいこででございます素敵な歌声でしたさお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフを挟みまして鶴光師匠 お美和子様登場鶴光のうのゴールデンリクエストをお送りします。 で、明日の朝6時からは、飯田浩事の OK 個人アップ。コメンテーターは、慶応義塾大学教授で、国際政治学者の神保健さんです。旭川の病院と施設に災害派遣、自衛隊、看護官らの支援スタート。それから、岸信夫防衛大臣が、地上配備型迎撃システム、イージスアショア計画の代替策として、イージス艦2隻を導入する方針を表明という話題です。で、明日、ね、この辛抱二郎ズーム、そこまで言うかは、 伊田アナウンサーも登場します。そうなんですよ。ちょっと伊丹君ってあの例の横浜で開かれてるブックフェアって会場にいらっしゃるのかな。うまい行ってないのかな。横浜のどこですかあれ場所は。横浜駅横浜駅近くの本の本屋さんの名前がですね。有ーリンっていうところであの伊丹君の関係者のブックフェアやってます。私の本も並べるように書店に圧力かけてください。以上辛抱と。牧之でした。